ハロー、アミです。リーです。アミ&リーです。今日はゲストがいるの。ゲストがいらっしゃいます。ゲストは、名前言わない方がいいけど、同期の元ファッション誌の編集だから、アドバイスしてくれます。あ、今表参道のポテカ、最初はポテカ行きます。今日はカードがゲートランクに入りになったから、殺してきたの。めっちゃキュキュってやってる。お金を殺してきた。今日はこれを使い切るよ。30万です。1個買うか2個買うかを迷ってるけど、30万使おう。2人のアドバイスを聞くから、責任持って。でもすごい、多分ね、スタイルバラバラだけそう、撮影禁止だったから一回見て回りました。うみちゃんがブーツ探しててとても可愛かった。可愛かったね。じゃあまた戻ってくるかもしれない。じゃあ次行きます。3、2、はい、今ね、セリーヌに来てるんですけど、並んでます。並んでるので、ちょっと電子します。なんかね、やっぱ迷ってるから、アミちゃんから2個買えばって言われたんですけど、10万円の皆さんお金ください。でもこれからもすごい可愛いから、セリーヌも。じゃあまた帰る。
もうちょっと手前。ちょっと手紙みたいな。はーい。ディレクションが撮ります。3、2、ね、あのモテカの29万7千円のバッグを買いまして予算内に収まりました。イエーイ成功。あのおすすめのパン屋さん。パンのエスプレッソの良さってさ、なんかフランスパンじゃなくて、ちょっと日本パンだけど美味しい。あ、そうだね、硬くないよね。柔らかいパンって可愛い、ね、でも、テイクアウト、私買うからね。あ、お父ちゃん、そうそうそう、ないから。めっちゃお腹空く。立派ね。美味しい。美味しそう。ハムちゃんがいる。そうですね、ビニールください。ゲット。喜んでる。喜んでるだみたい。絶対買いすぎだけど。私も買いすぎたよ。お腹空いたから。そう、お腹空いたもん。そうなの。自分は絶対通るからさ、普段さ通勤でさ、あの必ずスクランブルスクエアとかで超買っちゃうの。わかる。そう、それでなんかこれ持ち歩くのに。私ポーチあるよね。あ、こっちこっちこっちだね。あ、これがスタッフの格好の方にあると思う。回してる時かっこいいね。ね。たまにね。プロだからプロだからの方とりあえず撮ってこう。私も2回くらい撮影一緒だった。そうそうそう。さっぱり。今回はティースパークリーです。なんかね、あんまり嫌だった。はい、これで。収録時もじゃあバッグを持って確かに、しかもね、使い方いろいろあるから。そうでも、家具の決め手はやっぱり使いやすさと予算内に収まるのとボリュームサイズ感と接客でした。接客良かったね。そう、セリーヌの本当にクロコダイルのバッグを見せてって言ったらキザな男が200万ですってすごいとやけきたのが、とやけ顔に言われて嫌だった。そう、セリーヌの人は接客悪かった。でみんなが、で本当はグッチも可愛かったから、グッチも買いに行くかもしれない。そうだね、もうなんか頑張ったら買いに行こうね。今日はだからカメラマンの後輩ちゃんとの気持ちに感謝です。カメラマンは顔出しなし。なしです。なしです。じゃあね、またそ以他现在就是常晚上在那边吃沙拉吧。今天要讲大家很有兴趣的话题，就是日本男女是怎么告白的呢？耶！